どうも、ピピヌです。ということで、タカの髪型ランキングベスト5ということで、以前に僕のインスタのストーリーで企画を募集しますという風に皆さんに呼びかけましたところ、そこそこ多かったのがタカの髪型ランキング決めてくださいっていうので、結構来ました。なので今回やっていきたいと思うんですけれども、最初に言っておきます。僕はワンオクロック、顔ファンではありません。見た目から入ってないっていうことだけはご承知おきください。そこワンオクファン厳しいから。ということで、ワンオクロックもバンド始めて10年以上経ちますけれども、その中でタカがコロコロ変えてきた髪型たくさんありますよね。その中で僕がこの髪型似合うなっていうようなタカの髪型をランキング付けましたので、皆さん最後まで見てやってください。やっぱトップ5ということで結構選ぶので、今回はこの DVD 化されたもの以外でもちょっと選んでいきたいなと思います。よろしくお願いします。ということでトップ5早速紹介していきましょう。うわー、ブスだな。タカの髪型ランキング第5位、アンビションズ2017です。この時です。この時の髪型は僕個人的には5位とさせていただきます。人生かけて君はから僕好きになり始めたので、やっぱ黒髪、タカの黒髪はめちゃめちゃ似合うね。まあどの色も似合うんですけれども、やっぱ黒髪がしっくりくるということで選びました。で、特にですね、タカの短い髪型が好きで、長いよりは短い方が好きなので、やっぱドンピシャなアンビションズ2017のタカの髪型がいいなと思ったんで第5位とさせていただきました。そして第4位、ロッキンジャパン2012。この時のタカの髪型がもう本当に個人的に好きで、2012年といえばやっぱ2010年、11、12、13、まあそこら辺はもうタカのふさふさした、クリクリなパーマをイメージされると思うんですけれど、その通り。さっきはショートの方が好きって言ったんですけれども、やっぱりそのモフモフ感も好きなんですよね。おしゃれな極み。あと歌ってる時に髪型が目にかかる感じ。あれもかっこいいし、あと何より服装とのマッチ感がやばい。当時はですね、ふわふわした髪型に白いワイシャツで歌うっていうあのスタイル、今ではもうやってくれないと思うんですけれども、白い服に黒い髪型はもうね、違反です。そのロッキンジャパン2012年のネバーレットディスゴーっていう曲歌ってるのがあるんですけれども、それ今 YouTube に動画投稿されてて、僕ねちゃっかり昔ねコメント残してるんですよ。まあ今でも残ってると思うんで、皆さんよかったら探してみてください。コメントも探しつつ、このタカの髪型もチェックしてみてください。ということで第4位はロッキンジャパン2012年の頃のタカの髪型でした。第3位はバンズワープとツアー2019年です。ということで、これはもう YouTube で投稿されてましたね。タカのセンター分け。このドームの重い髪型より、このバンズの時のライブのセンター分けの軽い髪型、これ結構好きでした。何より髪の色もいいしね、この上位に君臨されている髪型はもうね、ほとんど言うことありません。センター分けが似合う人ってなかなかいないからね、タカかユッティぐらいしかいないから。そして第2位が、ラッドウィンプスのライブで歌われた生き字引の時のタカの髪型。生き字引ってもともとタカとラッドのコラボの歌なんですけれども、そのコラボの歌がライブでこう披露されたということで、ラッドのライブにタカがスペシャルゲストとして参加して歌われた時のタカの髪型、これをぜひ見てもらいたいなと思います。まあ今 YouTube で転がってると思うんで、それを見ていただいたらもうわかると思うんですけれども、そのなんかミルクティーみたいな色なんですけれども、その髪型がマッチしていてとてもいいなと思いました。言うことありません。第2位でした。そして第1位、これね結構意外なんですけれども、アイオブザストームジャパンツアーのエドとのコラボの時ということで、まあエドとコラボしたのが2019年の11月ですね。まあその時の横浜アリーナでアイオブザストームジャパンツアーの時にエドが参加してシェイプオブユー歌ったんですけれども、まあこれはもう YouTube に投稿されてるんで見てもらったらわかります。この時のタカの髪型は僕個人的には好きでした。でやっぱりアイオブザストームって言ったら前髪上げて金髪でなんかここら辺フィッてなってる髪型なんですけれども、それあまり僕好きじゃなくて、そうこれぶっちゃけて言うとあまり僕好みではないんですけれども、エドとコラボした時のタカの髪型、今ね前髪上げてるよりも下げてる時の方がこのアイオブザストームジャパンツアー、その時の方が好きなんですよね。あとなんて言うんだろうな、男の人だったらわかると思うんですけど、束感、えげつない束、ジェルかなんか使ってるかわかんないんですけども、やっぱすごいのよ。あれは男の憧れ束ですね。特にですね、あの髪型は斜めから見た角度が一番ベストで、束感もしっかりしてるしかっこいいんですよ。んでもここ最近で一番いいなと思った髪型です。うわーブスだな。はい、ということでタカの髪型ランキングトップ5でした。僕はライブとかではもうほんと曲とかに集中しちゃうんで、あんま髪型とか服装とかにはこだわりはないんですけれども、まあ今回ぜひともやってくださいということで今回やってみましたけれども、いやどうでしたでしょうか。皆さんが決めた髪型ランキングも気になりますけど、
こんなんで大丈夫かな。うん、まあとにかくトータルで言うとショートの方が好きかなっていう感じです。でそして高野の前髪を上げてるよりも下げてる方の方が髪型は好きですね。軽めな髪型が好きです。でまああと黒髪もいいなと思ったんですけど、改めて思うとミルクティーとか、まあちょっと金髪寄りの髪型もいいなと思いました。まあ本当に誰得情報なのかわかんないんですけれども、僕のランキングとさせていただきました。よかったら皆さんもタカの髪型、まあタカだけに限らずトールとかトムヤ、リョータ、そういった髪型ランキング付けてみてください。僕のコメント欄で書いてみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。概要欄にツイッターやインスタの URL 貼ってありますので、そこから飛んでいただいてフォローの方よろしくお願いします。ビビッ。